ヒルスコーヒーはサンフランシスコに本社を置くパッケージコーヒーの製造業者。造船技師オースティン・ヒルスとその息子らが1823年にメイン州ロックランドで創業した企業を母体とする。当初のオースティン・ヒルスの事業は海速線の建造であった。オースティンの三人の息子はオースティン・ハーバート・ヒルス、アーネスト・ヒルス、ルーベン・ウィルマース・ヒルスであったが、オースティンが コーヒー事業に携わったのはごく短期間だけであった。コーヒー事業を始めたのは1878年のサンフランシスコでのことであり、1882年には小売店アラビアンコーヒースパイスミルズの県営も開始した。ハリソン通り2番地にあるヒルスコーヒーの建物1900年、ヒルスコーヒーは世界で初となる真空放送法による 焙煎コーヒーの放送を始めた。1906年に称号をヒルズブローズに改めた。1926年ヒルズコーヒーはマーケット通り1146番地からハリソン通り2番地に移転ジョージ・ W ・ケルハム設計によるロマネスク様式を模したエンバー・コデイロと呼ばれる。この建物はサンフランシスコのランドマークとなっている。ローストコーヒー事業は一時期一体を コーヒーの香りで満たしたという。この建物は2012年1月、ペンシルバニア大学ウォートンスクールのサテライトキャンパスとなった。現在、建物には、ウォートンの交渉が刻まれている。Google およびモジラコーポレーションも、複数のフロアにオフィスを構えている。コーヒーを飲む、アラビア人風の男性が描かれた。 テイスターと呼ばれるシンボルは、サンフランシスコの若手、デザイナー、ブリックゾが1906年に描いたものであるが、1990年にオリジナルのデザインから現在のものに刷新されている。1976年、ヒルス兄弟は、イタリア系アメリカ人の歌手、セルジョ・フランキーをテレビスポークスマンとして、複数の商品を紹介してもらうために起用した。俳優、 ジョン・ザ・レンバが1970年代から1980年代初頭まで広告塔として架空のコーヒー豆バイヤーを演じたことは特筆に値する。第二次世界大戦中にヒルスの容器は金属製のものからガラス瓶に変更された。1984年、ジェイスサンボーンコーヒーの商標及び製造工場を買収した。1985年、ネスレが ヒルスを買収したが、1999年、サラリーに売却された。2005年、マッシモザネッティに買収された。ありがとうございます。